あ、聞こえません、もっと大きい声で言ってくださいとか言って、あの大きい声出せるんだけどみたいな、あの事件ですみたいな。あと親も呼ばなきゃいけないと思って、あの お母さんに電話する。どうもどうも、天国家夫人です。深夜の北鎌倉です。今午前3時、夜の北鎌倉こんな感じ。おひょー、誰もいない。怖いよ。ちょっと散歩しようか。今ちょっと休憩中でね。昔は怖くてね、店開いた10年前か。もう夜まで結構遅くまでやってるからさ。だからそうすると、なんか、外でガクッと落としただけでもビクッとしてたけどね、うお、真っ暗で見えない。結構車通るね。こんな感じですよ、夜の北鎌倉。フクロウとか鳴くからね。うお、何にも見えない、何にも見えない。散歩しようと思ったけど何にも映らないね、これ。あら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 。ちょっと上智市の方でも行こうか。紹介しようかと思ったけど全く何にも映らない。店へ戻ろう、店へ戻ろう。何にも映らん。映った。今一瞬ビクッとしたのは、なんかこの自分の顔が映った瞬間、後ろに人影が見えてるんだけど、ビグッとしたの、これ。お店に戻ってきました。夜の北鎌倉。こんな感じで。天助さんが。ありますよ。シーと。まあね、当然だけど、この時間でやってるのはうちだけというね。そんな感じで、ちょっとだけ北鎌倉のお散歩でございましたけれども、夜の。もうね、このね、店開いた時さ、もうやっぱり怖いわけよ。夜の北鎌倉真っ暗でさ、人も全然来ないしさ、ほいでさ、このここでさ、店1時ぐらいかな、こうやってたでしょ。そしたらさ、あのおじさんがね、このドアから、このドアからさ、おじさんがさ、こういきなり顔覗かしてさ、もうひげもしゃのおじさんなのよ。それで俺がここんとこで、ここでさ仕事してるじゃない。そうしたらさ、キョロ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 店見回してさ、やべえって戦わなきゃと思ったんだけどさ。そうしたらさ、そのおっさんがさ、キョロキョロ見せてさ、こっち見てさ、一言言ったのはさ、タスポあるかって。タバコのさ、カードさ、今はもうないんだけど、昔店の前にタバコの自販機があってね。でそれでそのタバコを買いたかったんだろうけど、俺その時タバコ吸ってなかったからさ、ないよみたいな感じで言ったんだけどさ、もう結構ね怖いんですよ。もう
ある時ね、ここあの店でさ、一人で夜1時ぐらいかな、12時ぐらいだったか、で一人で仕事してたのね、そうしたらさ、あのこのドアがさ、バダンって開いて、女子高生、真っ青な顔して、このここのところからバダンってバダンって入ってきて、こうこう全然こっち見ないの、真っ青な顔して。それで僕がここでさ、ここでこう仕事してるじゃない、ここでね。それでそのさ、この脇のところまでこう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 来て、僕の横にペタンって座り込んだのよ。何何何と思ってさ、当時さ、僕さ、YouTube でさ、怪談聞くのが好きだったわけよ。だからもうさ、この怖いところでね、この暗い北鎌倉のこの夜でさ、怪談話を聞きながら超恐怖の中で仕事するみたいのが自分の中でブームでさ、そのさ、稲川淳二じゃないけどさ、なんかさ、そんなの聞いてる時にさ、いきなり女子高生が入ってきてさ、何何何と思ってもうビグーッとしてさ、でも何にも一言も喋んないで俺の横にペタンと座り込んで、それで僕の手を握るわけよ、すっごい冷たい手で。と思って、そしたら、どうしたのって聞いたらさ、いや、あの、私が悪いんですって言うから、あの、何が悪いんだか分かんないけど、大丈夫だから大丈夫だから、どうしたどうしたっつってさ、そしたらさ、あの、今男の人に、あの、連れてかれて、あのって言って、あの、何、なんかよく分かんないことを言うわけでさ、ちょっと落ち着いてっつって、そしたら、あの、駅を出たところで、あの、バイク、ゲンチャリのね、お兄さんに声かけられたんだって。それで、ちょっと来いみたいな感じで言われて、あの、お寺の山の中に連れてかれそうになったんだって。で、それで、慌てて、目を離した隙に慌てて逃げて、うちの店に駆け込んできたんだけれども、でもさ、もうこれを聞き出すのにさ、もうものすごい時間かかったわけよ、もう要領得ないから、だからそれで、やっと聞き出してさ、12時ぐらいか、夜ので、それでどうするって言って、じゃあ警察とりあえず呼ばなきゃダメだなと思ってさ、で警察呼ぼうってなったんだけど、まあ警察にさ電話してさ、あ、もしもしとか言ってさ、あので、俺もちょっとさ、その犯人がそこら辺うろうろしてたら怖いからさ、あんまり大きい声で言えないわけよ。そしたらさ、向こうの人が、はい、あの、事故ですか事件ですかとか言って、いや、あの、事件なんですけどってちっちゃい声で言ったらさ、あ、聞こえません、もっと大きい声で言ってくださいとか言って、あの、大きい声出せるんだけどみたいな、あの、事件ですみたいに言って、それで住所言ってさ、来てくださいって言って、あと親も呼ばなきゃいけないと思って、あの、お母さんに電話するんだけど、電話番号教えてくんないかなって言ってさ、それで教えてもらってさ、あの、電話か、自分でかけれるって言ったらさ、かけれないって言うから、じゃあ僕が電話かけていいって言ったら、いいって言うから、その電話かけてさ、それでブルルルン、ブルルルン、ブルルルンってなって、はい、もしもしって出て、その時俺、なんて言おうと思ってさ、あの、あ、もしもし、これ、あの、落ち着いて聞いてくださいね。怪しいもんじゃないんですとか。でも余計怪しい感じになっちゃってさ。で、オレオレ詐欺とかじゃないんですとか言って、自分でなに、墓穴掘ってる。怪しい感じに自分でなっちゃってさ。ほんで、娘さんがですね、今僕、お店にいてですね、ちょっと事件に巻き込まれましてですね、って言って、しどろもどろになってさ。それで、事情を説明してさ、いや、で、向こうの人も、あ、すぐ近所だったから、あ、じゃあ今から行きます、みたいな感じで、で、来てくれてさ、そしたらさ、まあ、警察がさ、もう4、5人来たんだよ。それで事情聴取やってさ、女の子もブル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 しちゃっててさ、それでお母さんも駆けつけてさ、大ごとになったんだけどさ、で、まあ、北鎌倉ね、もう田舎でこう今みたいに真っ暗なんだけれども、意外にね、
事件が多いんですよ。だからさ、そんな感じでさ、さっきタスポのおっちゃんが来た時にさ、僕はさ、木刀買ったね。ここで何が起こっても大丈夫ね。もうここ最近は奥にしまっちゃって、木刀で戦おうっつって。そんな感じ。ということで、休憩中のてんすけでございました。はい。ということで、また次の動画で何の動画か分かんなくなったけど、じゃあね、バイバイ。